All right, welcome back to Chris's room. クリスの部屋へようこそ。ひげ剃りました。ちょっとツルツルしてるでしょう。なんかね、早く戻してって言われてるんですけど、Today、今日はね、めっちゃエキサイティングなメンタルの話なんですよ。まあいろんなフィードバックをみんなからもらって、どうやったらメンタルを強くしていくのかっていうことを、まあ、ちょっと私も勉強させていただいておりまして、なんとね、すごい3つの情報を今日お伝えしたいと思います。なのでこのビデオは2 parts、alright? 最初のビデオとセカンドのビデオがあるので、もし時間があれば両方よく見てください。では、始めましょう。Alright、トピックはね、恐怖をなくす方法。どうやったら恐れていること、怖いこと、恐怖っていう感情がなくなるのか。ここでね、1億円の答えがあるんです。さて何でしょう。これ数で、恐怖はなくならないんだよ。これ第一ね。恐怖はなくならない。常にある。どんなに成功してても、恐怖はついてくるよ。もう人生のお付き合いみたいなもんだと。でね、自分の、もういつもついてくる悪いやつってもんじゃなくて、自分の部下だって思ってもらいたいんですよ。Alright? じゃあどうやって恐怖君を自分の部下にするかっていうことを始めていきましょう。まずね、100% 部下にするのは無理なんで、それはちょっと置いといて。Alright. Point number one. This is really important. Fear, 恐怖 is stronger than desire. 恐怖の方が幸せより強いんですよ。どういうこと？人間はね、怖いことを恐れて行動をとるか、幸せの方に行きたいから行動を取るかって2つに分かれてるよね。自分がやることって全てそうじゃないですか。どっちが強いのって言ったら、恐怖を恐れて行動を取る方が人間の DNA 的に、人間としてはそっちの行動力の方がはるかに高いんですよ、ね、幸せになりたいからって言って行動するよりも、やべえバス来る逃げないとってなって恐怖死ぬかもって言ってバーンって動くっていうデザイアの方が高いんだよね。で、ここで面白いことがあるの。恐怖は人間についてる機能みたいなもので、人間っていうこの体、あなた俺じゃないよ。この人間っていうものを地球で残したいようなシステム、ソフトがついてんだよ、DNA に。で、これ面白いの。例えば、ね、俺が渋谷の交差点を歩こうとして、なんかバスがさ、80キロで俺の方に向かってくるとするじゃん。ねえ、そしたら俺どうなると思う？バス避けるよね、何にも考えないで。いや、幸せになるから避けるんじゃなくて、当たったら死ぬから避けるよね。でもね、ここに恐怖くんが実は大活躍してるの。で、どういうことかというと、バスが来るっていうビジュアルのインフォメーションが僕の脳に入るわけよ。で、そこにアムデラっていう機能があるわけよね。ちっちゃい脳の本当にナッツみたいな分が脳の中に入ってて、そのビジュアルの情報、まあ音もそうだけど、バスの音とかがそこに入って、このちっちゃい脳の部分が、OK、これは当たったら死ぬ。当たらなくても大丈夫っていう判断をするんですよ。ね。で、その時に判断が、やばい、これはバスに当たったら死ぬぞってなったらどうなると思う？実は僕考えなくていいんですよ。勝手にね、ホルモンが僕の体の中でリリースされて、で、マジ僕の心臓のスピードがもう一瞬で上がるんだよね。で、筋肉も硬くなって、約もう1秒以内、本当は 1.5 秒以内なんだけど、体がもう自分をバーンって飛べるような状態に 1.、もう本当に1秒でなるわけよ。で、僕の実はこれ本当にデータであって、俺が考えるより恐怖君が脳を使って考えてた方が早いんですよ。はい。だから怖いものが来る、恐怖だっていうのは実は自分の DNA、 人間を守ろうとようとしているシステムっていうことを理解してくれ。はい。で、ここで面白くなるんだよ。ね。恐怖は死って考えてるわけでしょ。バスが来る。死って考えてるんだよね。で、昔はなんか森の中でハンティングやってて、でっかい虎が、ね、タイガーとか出てきたら、やべえってなって走る、逃げるっていうのも、バスと当たるっていう同じことなんだけど、じゃあ、例えば、変なメールが上司から来るじゃん。しかもさ、
日曜日の夜とか。超サザエさん病にならない？俺だったらなると思うぜ。やっべ、こんなの来て明日、うわ、どうなるのかわからない。その時自分の脳は何を考えてると思う？ね。さっき言ったよね、ビジュアルの情報が脳に入ってきて、このちっちゃい部分が死ぬ。これは死ぬのか、死なないのか。それだけだからね、判断は。そのちっちゃい部分の。そのメールが入ってくるじゃん。例えば携帯に、日曜日の夜。自分の脳はそれがトラックだって思ってるわけよ。ね。やりたいことをやる。好きなことを仕事にして生きていくぜってなって、そしたら恐怖が来るでしょ。例えば親からそんなのやっちゃダメだよって反対されたら。あ、これやったら失敗するんだって。いや、失敗。失敗って自分の脳は考えてないんだよ。そこまで頭良くないんだよ、ね、この脳の古い部分だから、昔の時からある部分だから。脳が死ぬって脳は考えてんだよ。だから脳はあなたを守ろうとして、それやらない方がいいですよって言うんだよ。それやったらマジ死ぬよって、死ぬよって思ってるんだよ。死ぬわけねえよ、メールが上司から来てそれ答えなかったら。やりたいことをやろうと仕事にして、で失敗したら死ぬわけねえよ。経験になるんだよ。で経験が自分を助けてくれるんだよ。だから怖いことっていうのは間違いなく自分の脳が、俺が死ぬって思ってること、私が死んじゃうって思ってることで、実際には死なない。で脳としては、人間としては、恐怖を得てから行動を取るっていうことがはるかに高い。 Alright, so これがビデオ1の終わりです。 So I hope you liked the video. で続きはビデオ2、次の話もやばいぜ。 hopefully I'll see you in the next video. I'll see you next time.